私もこれを食前に食べることでこの体型をキープできています。食前に食べるだけで痩せるレシピお伝えしていきますね。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますともとっても嬉しいです。また詳細欄の LINE のリンクから痩せる4つのプレゼント無料で差し上げております。ぜひご登録くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では1つ目の項目です。なぜこれを食前に食べるだけで痩せることができるのかというその痩せるポイントについてお伝えしていきますね。3つあります。まず1つ目です。あなたの腸内環境が整うからなんですよ。痩せるためにはもうとにかく腸内環境が整っているかいないかっていう、ここがねダイエットが成功するかしないかの分かれ道なわけですよね。もうここを無視してはダメなんですよ。なのでこの今からお伝えしますあるものをですね、食前に召し上がることであなたのその腸内環境が整って、結果痩せ菌と呼ばれるその善玉菌たちがですね増えてくれて元気に活動してくれて、いつまでもあなたの腸内で住み続けてくれる、そういった環境を作ってあげることができるんです。では2つ目です。あなたの代謝がアップします。これも大事ですよね。もういかがですか。もう誰しもですね、年齢とともに代謝がどん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 落ちていくわけですよね。そのことで太っていくわけです。要するに今まで取っていた、食べ物から取っていたカロリーを燃やす力が減るので、今まで通りのことをしていてはそれは太りますよってことですよね。同じことを同じように続けていてはダメなわけです。だったらどうするかっていうことで、その落ちていく代謝をいかに上げることができるかっていうことに、そのダイエットが成功できるかできないかがかかっているわけです。では3つ目です。脂肪の蓄積を抑えてくれます。ありがたいですよね。もうどんどん抑えてって思いませんか。もう普通に食べていらっしゃる方と、このあるものを食前に召し上がる方って全然溜め込む量が変わってくるんですよ。もったいないですよね。食べ方一つで、しかもそのタイミングと何を食べればいいかっていうのが分かっていらっしゃるだけで、こんなにも差が開くわけですから、ここは押さえておきたいポイントになるんですよね。では2つ目の項目です。何をということで、今回あなたにお伝えするその食べるね前に何を食べたらいいのかっていう、その食前のレシピなんですけれども、それは先ほどお伝えしたこの痩せるポイント1番から3番の条件がこう全てクリアされているものなんですよ。これすごくね大事なんです。例えばいかがですか。まずそのお食事が出た時にですね、お米から最初に召し上がっていらっしゃる方、これはね損してますよ。気持ちは分かるんですよ。もう特に炊きたてのご飯とかも香りをね嗅ぐと、あちょっと一口食べようかなとかね思いませんか。例えば女性のねあなたでしたら、そのお食事の準備をするときにこう作りますよね。でちょっとこれどんな味かなってこう味見しませんか。その味見してる、それがね太ってる原因なんですよね。もうこうなったらですね、あなたはお料理が上手だと思いますから、もう味見をするのやめましょう。もうとにかく味見をしてしまうと太りますからね。ちょこ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 血糖値が上がるようなものを先に味見してしまわれますと太ります。なのでもしかしたらあなたがその年々太ってきた原因は味見かもしれませんよ。いかがですか。だってそんなにね、私食べてないですよ先生って、そんな量食べてないのになんで太ってきたのかしらっていう方は、味見をしてませんかって私ねカウンセリングの時にお尋ねすることがあるんですね。先生してます、しょっちゅう口に運んでます、量はないけどって。そういう方はね、そのたびに血糖値を上げるので太りますよ。なのでそういった点も気をつけられたらいいな、ちょっとワンポイントアドバイスですけどもね。なのでそのトータルで見たら結局お腹に入るわけですよね。食べるわけです。でも食べ方一つ、何を先に食べるか一つでこんなにも変わるわけですから、ここを知ることであなたのダイエットをね成功させていただきたいなって思います。ではここから3つ目の項目です。どのようにということで、今回あなたに食前にこれを食べれば痩せることができますよっていうものを
3つ選んできましたので、一つ一つあなたにお伝えしていきますね。まず一つ目はこちら、リンゴ酢です。もちろんリンゴ酢そのものをドリンクとして飲んでいただいても OK ですし、リンゴ酢を使ったお料理でも OK です。もうとにかくこのリンゴ酢というのはお酢の中でも一番痩せ効果が高いお酢と言われているんですよね。その内容をちょっと掘り下げてお伝えしていきます。まず脂肪燃焼効果が高いです。あなたの溜めてきた脂肪をどんどん燃やしてくれる効果が高いのがリンゴ酢。そして何よりもその基礎代謝を上げてくれますから、結果脂肪がつきにくくなって痩せることができるという効果も大です。でまた血糖値の急上昇を抑えてくれますから、まあ、どんなお食事でももうとにかく血糖値が上がらないってないですよね、まあ、それが急上昇なのか緩やかなのかで、ここでその太る差が出てくるわけですけども、いずれにしても食べるということは必ず血糖値上がりますから、その上がる血糖値をいかに抑えることができるかどうかっていうのが痩せることができるかどうかに全部つながっていくわけです。その時にこのリンゴ酢を召し上がっていただきますと、その血糖値の急上昇を抑えてくれて、結果痩せることができるわけですよね。でまだまだ続くこのリンゴ酢のダイエット効果なんですけども、こちらです。リンゴ酢というのは他のお酢に比べて酢酸の働きが強いと言われているんですよね。その酢酸の動きで実はあなたの腸がね元気いっぱいに動いてくれるんですよ。いかがですか？もうどんどん元気にしていただきたいなって思うんです。そうすればあなたは根本的に痩せ体質へと生まれ変わることができるからなんですよね。要するに痩せ菌と呼ばれるその善玉菌たちを増やして元気にしてあげることが必要。そのためには腸が元気に動いてくれないと困るわけです。なのでその働きを担ってくれるのがこのリンゴ酢ということになります。でまた満腹感を得やすいので、食前にこのリンゴ酢を召し上がることであなたのその暴走する食欲をですねぐーっと抑えてくれる効果もあるんですよね。なのである程度お腹が空いてないなっていう状態になったら、もうお食事はストップされますとダイエット効果が高くなりますし、やっぱり目標達成にも早く近づくことができますよね。そしてむくみの改善効果もあります。これ大事ですよね。体重が落ちたのに見た目変わらないと嫌じゃないですか。なんかね全然すっきりしないって嫌ですよね。その時にこのリンゴ酢を使うことでキュッと小顔になって、そのむくみがね、特に下半身とかもそうです。腸が悪いと水分代謝がうまくいきませんから良くないですよね。いつまで経ってもなんか下半身だけこうブヨブヨしちゃうな、たるんでるなってなるわけです。でそこをギュッと引き締める効果はやっぱりむくみ改善を味方につける必要がありますから、このリンゴ酢を使ってその効果もゲットしていただきたいなと思います。はい、それでは2つ目です。キャベツになります。このキャベツもですね、あなたのそのお食事食べようって思った時に一番最初に食前に召し上がっていただくと痩せ効果がアップします。なぜかというと、やはり腸内環境を整えてくれるものだからなんですよね。しかも2種類の食物繊維が一度に取れちゃいます。水溶性と不溶性といって、要はバランスよく食物繊維を取ることができる、結果痩せ体質になることができるんですよね。なぜかというと、その痩せ菌たちの餌になるのがこの食物繊維になりますし、そもそもこの食物繊維を召し上がっていただくことで、これから取るお食事のその血糖値の急上昇を抑えてくれる効果もリンゴ酢同様を得ることができるからなんです。でまたもうとにかく低脂肪ですし、抗酸化作用もありますから、あなたはその若返る作用もここでゲットしていただいて、もうどんどん中から若返っていただきたいなと思います。そこでおすすめなのが、先ほど1番目にお伝えしたリンゴ酢と2番目にお伝えしたキャベツがセットになった酢キャベツをね召し上がっていただくといいと思うんですね。まあ、材料です。キャベツ1/4、リンゴ酢 100ml で、このリンゴ酢は純リンゴ酢を選んでくださいね。もうくれぐれも添加物がいっぱい入ったようなお砂糖とか人工甘味料とか香料とかですね、アルコールとか余計なものが入っていないものを選んでくださいね。選ぶポイントは原材料名のところを見てください。そこにたった一つ書いてあるものを選べば大丈夫です。それは何かと言いますと、国内製造のリンゴ果汁 100% を使っています。もうこれだけでできたリンゴ酢を選びましょう。そして天然水が小さじ1/2です。
でこのキャベツはですねお好みでいいんですけれども、私はあの千切りに切りますが、中にはあの先生ざく切りでいいですかって、もう千切りめんどくさいとかね、あのコメントいただくんですけれども、いいですよって、ざく切りでも OK です。でさらにざく切りです、あの歯ごたえもあってね、よく噛むので満腹感も得られやすいと思いますから、お好みで OK です。でその切ったキャベツをお塩で揉んで、リンゴ酢を入れて、そのジッパーでね止まるような袋にこう揉み込んでいただいて、あとは保存容器にしっかり詰めて冷蔵庫で保存していただきますと、だいたい 1,2 週間持ちますが、 1,2 週間も放っておかずに美味しくてねもう食べてしまうぐらい、私ももう毎日毎朝食前に食べているのがこのスキャベツになりますので、ぜひあなたもスキャベツ生活始めてみてはいかがですかと思います。では最後3つ目です。豆乳ヨーグルトになります。このもうね、まあ、全てに共通することなんですけれども、私があなたにお勧めするものって全て腸内環境が整うものしかお伝えしていないので、安心して召し上がってくださいねっていうことなので、もうお話はあの重なりますか省きますか、とにかく腸内環境が整うからっていうことと、あと実はこの豆乳ヨーグルト、もう豊富なタンパク質とその乳酸菌ですよね、発酵食品ですから、あなたの血糖値の急上昇をギュッとね抑えてくれる効果があるんですよ。なのでしっかりとここでタンパク質が取れますし、発酵食品ですからおすすめです。でまたその結果脂肪の蓄積を抑えることができますし、またコレステロールがゼロなのが、動物性、要は生乳でできたヨーグルトとは違って、この豆乳ヨーグルトっていうのはコレステロールもゼロですからおすすめになります。で私は以上お伝えしました 1,2,3 のこの食材ですね、作り方とかその効能とか別動画で一つずつ材料とレシピとどうやって食べたらもっと痩せることができるのかということをさらに詳しく一つずつお伝えしておりますから、ぜひこの動画見終わりましたら別動画もチェックしてみてくださいね。さあいかがだったでしょうか。今回は食前にこれを食べれば痩せますシリーズということで3つあなたにご紹介しました。この3つ以外にもいろいろありますけれども、特に痩せ効果高いものを今回セレクトしてあなたにお伝えしておりますので、ぜひお役立てくださいね。ご一緒に召し上がっていただければ嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。